会にご乗船くださいまして誠にありがとうございます。本線船長以下乗り込みの調整をされている全線通過についてご説明いたします。この全線通過は岡山県の Thank you.
最後に本線の右からは、平成13年3月に建造され、平成19年3月7日、名古屋海上保安部から尾鷲海上保安部に配属化された総トン数26トン、船首に放水銃を備えた20メートル型の巡視艇です。船首部に表示されているCL とはクラフトラージの略で、20メートル以下の船であることを示しています。スークルーという運航体制をとっており、毎日5名の船員が交代で接近して海難等の予想体制をとっています。日頃熊野灘沿岸における海上の治安の維持、海上交通の安全確保、海上災害の防止、海洋汚染の監視取り締まりなどに従事しております。通常の
パトロールではパイロット2名、通信士1名、整備士1名、航空員1名の計5名が乗り込み運航をしています。釣り上げ救助などのミッションの際にはさらに潜水士2名が乗り込み、人がで孤立した人の釣り上げ救助、潜伏船の捜索、はるか洋上で発生した急病人の救急搬送等も行います。皆様、本船の左側をご覧ください。ただいまから複合型ゴムボートと海風による高速航行訓練を行います。こっちへ行ってきて、こっち。はい、いいね。おはよう、走る。今から。いいよね。高速航行訓練を終了します。手を振って、
様、本線の左前方をご覧ください。ただいま、三重風と浜湯が放水を開始しました。三重風の放水能力は1分間に2600リットルの海水を放出できます。一般的なサイズの小学校のプールであれば2時間くらいで満タンにできるほどの放水能力です。三重風と並んで放水を行っている船は伊勢湾防災というの浜湯です。浜湯は全長 23.8 メートル、総トン数81トンの総合防災船です。磯崎森弘船長以下4名が取り組んでおります。浜湯は中部電力三鷹力発電所の専用桟橋の警戒を主な任務として、正月を除くほぼ毎日同桟橋の警戒を行い、事故発生時にはその処理を行います。放水能力は1分間に6000リットルの海水を放水できます。また油流出事故に対応するため、毎時60トンの油を回収することのできる油回収装置を2基備えているとともに、オイルフェンス500メートル、油給食マット50キロ、油処理剤600リットルを常備しております。入港15分前、ご乗船中の皆様にお願いいたします。ただいまから入港準備作業のため、前部後半、後部後半に立ち入り制限区域を設けます。Got you there.